是枝成彦のワンポイント健康レッスン。こんばんは、是枝成彦です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近ね、季節もだんだん暖かくなってきて、皆さんも元気な形でね、いろいろあちこち外に動くこともね、多くなってきたと思うんですけども、今日はですね、ちょっと食べ物でですね、以前も話したことあるんですけども、こういうのを食べるといいよみたいな話をちょっとお話ししたいと思います。孫は優しいとね、皆さん聞いたこともあると思いますけど、どんなものか。孫の間っていうのは豆類ですね。で、ごはごま。で、孫はの和はわかめですね。わかめ、海藻類ですね。で、やは野菜。さは魚。しはしいたけ類ですね。で、いは芋類と。まあ、こういうのをですね、取っておくと、体のですね、バランス的にはとてもいいので、ぜひ孫は優しい豆、ごま、わかめ、野菜、魚、しいたけ、芋と、こういうのですね、ぜひちょっと気にしながら取っていただけると栄養のバランスもいいので、ぜひちょっとワンポイントで気をつけていただければなと思います。あとですね、まあ、牛乳なんですけども、まあ諸説ありますけれども、データ的にですね、牛乳はあんまり飲みすぎない方がいいというふうに言われていることもあるんですね。あの、牛乳を飲むとですね、血中のカルシウム濃度は上昇するんですけども、体のですね、カルシウム濃度をですね、戻そうとして実際取るのは余剰カルシウムは腎臓から尿に排出されちゃうんですね。だからいっぱい取ってもなかなか体に吸収されないということもあるわけなんですね。で、牛乳をね、例えばたくさん飲む国、アメリカとかデンマーク、フィンランドね、スウェーデン、こういうところの方でもですね、まあ、食べ物、肉とか他の食べ合わせの関係もあるんですけれども、結構骨粗鬆症の方が多いんですね。で、シンガポールの人とかはね、カルシウム摂取量はアメリカの人の大体、まあ、そのチーズとか牛乳とかに比べると3分の1ぐらいなんですけども、骨折率っていうんでしょうかね、そういうのは5分の1なんですね。アジア系、まあ、民族的な問題はどうかいろいろトータルでは分かりませんけど、そういう実際のデータがありまして、まあ、野菜とかはね、ごまかとかそういうのからカルシウムを取って、野菜のごまとかそういうところはカルシウムを取ったりとか、あと、まあ、タンパク質なんかは豆類、要するに大豆のプロテインとかね、そういうところから取るのはとてもいいですよというふうなお話をね、ちょっとさせていただきたいなと思います。まあ、あの、例えばね、よくお肉類取んなきゃ、タンパク質取んなきゃ筋肉つかないなんて思ってる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけども、例えばあのゴリラとかチンパンジーっていうのは、あの筋肉もりもり、ゴリラなんか筋肉もりもりなんですけど、ああいうゴリラはあの肉食べないんで、野菜とか豆類とか果物とか草食系なんですね。だから、じゃあ草食動物の象とかね、ああいうのがインパラとか走る動物が筋肉がね弱いかっていうと、全然そんなことはなくて、だからあのカルシウムをどのようなものを取るか、まあ、牛乳は動物性だから、あの成長ホルモン的にあるんで、どんどんねの大きくなるのはいいんですけども、逆に老化も早いっていうこともありますので、まあいろいろ先ほど言った孫は優しいものから、いろんなカルシウム、プロテインを取りましょうというのが今日のワンポイントでね、お話ししたいと思います。そしてですね、前回に続きまして、無理言ってですね、また芸人のマラソンランナーの猫ひろしさんにね、無理して来ていただきました。今日は本当に楽しみにしてます。こんばんは、猫さん、よろしくお願いします。こんばんにゃー、どうも。身長147センチ、小さな巨人、猫ひろしです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ね、まあ、前回来ていただいていろいろお話もね、はい、走ってきましたよ。走ってきました、ね。はい、また今回も来ていただきまして、うん、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いしますね。今あれですね、いろいろ、まあ、芸人とかランナーとかいろいろって本もね出されたりします。はい、最近あれですか、ビューティー面とか健康面でなんか気をつけてることとか、なんか。そうですね、まあ、一応毎日トレーニングをしてるんですけども、一応、まあ、平均でこう1日30キロランニング。ああ、30キロですか。月1000キロ、うん、まあ、車のほぼ走行距離と同じだってやれるんですけど。そうですね、やって、あとは週2回の、加圧トレーニングで筋肉の補強やってますかね。なるほど。あとはネタでギャグ100連発っていうのをやって、ラッセーラーラッセーラー、ポーズマスポーズマスとか、はい、やってるわけですね。やってます。なるほど、はい、やっぱりじゃあ車も1980ぐらいだったら、あれですね、車検とかチェックとかありますけど、体で何か気をつけてることはありますか。そうですね、やっぱりあのレースのスピードで毎日走ると、やっぱ怪我もしやすくなりますし、年なんで疲労もたまるんで、
ロングスローディスタンス、うん、LSD を心がけて、はいはいはい、やっぱり30キロ走るのでも、1キロ6分から7分ぐらいゆっくり走って、うん、でまあ週2回ぐらい、スピード練習をやって、うん、怪我をしないようにで終わった後は必ずアイシングして、うん、でよくもう食べて、うん、はい。食べ物は何か気を使ってるとかってあるんですか？食べ物はですね、それペリグリーチャム噛んじゃいましたね、はい、大事なところで、はい、はい、猫缶とか猫缶を食べ砂缶とか、あ、美味しいですよね、美味しいです、ね、はい、もうペロペロ、いや、食べてないですあ、そうですか、はい、まあ、やっぱりでも、タンパク質、良質なタンパク質、うん、ちゃんと摂るようにして、うん、で、夜だけ炭水化物はちょっと体重増えやすくなっちゃうんで、うん、夜だけ炭水化物抜いて、レースの3日ぐらい前からなんかカーボローディングをやるようにしてますか、うん、あ、そうですか、はい、食事は大体何時頃食べられるんですか？まずは朝っていうかまず起きてからなるべく走るようにするんですね、うん、5キロなり10キロなりで、その終わった後にまず取って、そこできちっとこうバランスいい定食みたいなのをいただいて、うん、でそこで好きなものを食べて、であとも夜だけですかね。あ、そうですか、はい、人間のサイクル的に言うと、はい、朝の4時から昼の12時って排泄の時間なんですよ、はい、排泄っていうと大体、はい、まあ、変な話、大きい出す、はい、大体朝うんちとか朝しますか、はい、いつしますか？僕朝ですかね、朝から昼にかけて。一般の方はね、はい、まあ、朝が多いんですよ。そうですよね、僕も砂の上にありますよ。僕も砂の上でね、はい、あ、今いいのありますもんね、砂すぐ変えられますもんね。そうですね、砂の上ですよ、はいはい先生結構やりますね。結構乗ってくれますね。先生。で、さっき言った4時から8時までは、はい、排出の時間で、はい、で朝の昼の12時から夜の8時っていうのは、はい、摂取の時間なんですね。摂取っていうのは、まあ、食事を通ってもいいということです。12時から8時。そう、12時から8時、はいはい。夜の8時から朝の4時までが吸収の時間って言って、はい、夜寝てる間っていうのは体は休んでますけど、はい、腸は前導運動で吸収してるんですよ。はい、で夜中に吸収したものの残りカスが朝に溜まってくるので、はい、大体朝うんちするんですよ。で午前中のその4時から12時までの間っていうのは、はい、結構大腸の方が結構動くんですね、はい、エネルギー使うんですね、はい、だからそういう時にあんまりいっぱい食べない方がいいんですよ。だから午前中はやるほどで軽くですね、はい、できればフルーツとか、うん、そういうのがいいんですね、はい、でなんでかっていうと、タンパク質と脂質とかですね、はい、炭水化物っていうのは消化するのに3時間から4時間かかるんですよ、うん、ところが、はい、果物だとやっぱり5分から15分ぐらいで吸収されちゃうんです。あ、早いですね。だからそんな逆に言えば腸に負担かかんないってことですよ、はいはいはい、だからやっぱりね、大きい方小さい方、はい、小さい方別に大きい方どんどん出すのでエネルギーを使っている時に腸に負担をかけないっていうことも大事なんですね。で全部出しちゃった後に、はい、今度昼の12時から夜の8時までがこれは摂取の時間ですから、はい、この時間はしっかり取っちゃっても大丈夫ってことです、はい、昼にじゃあ定食食べた方が僕はいいってことですか？そうですね、うん、昼とかあとまあ夜だったらまあ8時前までに1回2回しっかり食べて、はい、で夜の8時以降は今度吸収なんで、はい、小腸でどんどん吸収してる時間の胃は 2時間ぐらいで出ていっちゃいますけど、そこからがまた長く吸収してるんで、はい、その時間に負担をかけない方がいいっていうことですよね、はい、だから昼の12時から夜の8時までをしっかり食べると。夜の8時までしっかり食べる、ね、そうですね、はい、2食ぐらいでね、はい、であとはまあその、まあ、胃に負担かからないものとか、まあ、もちろん水分はね2リットル、はい、3リットル飲んだ方がいいって言われてますけど、はい、まあ、体重かける50ミリリットルとかね、いろいろ人によってね変わりますけども、はい、そんなところを意識されるとだいぶね違うんです。これはいい勉強になりましたよ、うん、まあ、ぜひぜひ今度ね、それで今度次のオリンピックもなんとか出ていただいて。そうですね、ね、にゃーって言ってスタートでね、はい、こうやってもらえるのを期待してるんで。やそれやるとなんか怒られるかもしれないんですけどそうですね、かかりましたから。いやいや、やりますけど、もちろん毎回やってますから僕は、ね、はい、いやでもそれも楽しみで、みんなねやっぱり応援したりとかね、はい、やっぱりどんな形でもねやっぱり出てなんとかね、そうです、ぜひやってもらいたいんで。頑張ります。そしてですね、うん、そろそろ時間がサイコロタイムの時間になりました。何ですかそれは。バンバンバーンって感じなんですけど。何ですかそれは。いや、ごきげんようのあれ。効果音を出しました。バンバンバーンって、はい、どんなものかと言いますと、はい、サイコロの目が6つあるんですけども、はい、この6つに合わせてですね、お話をサイコロ振っていただいて、はい、その出た数でお話をしていただくというのがあります。いいですね、はい、1番が私の健康法、はい、2番が初体験の話、
3番がびっくりした話、4番が嬉しかった話、嬉しいな、5番が恋バナですね、恋バナ、6番が恥ずかしかった話というふうになってます。まあ2番5番が一番、まあ、女性にはみんな言ってるんですけど、猫さんはまあどれがいいでしょうね。じゃあこの上で、僕何でも大丈夫なんで、はい、いきますよ、いきます、にゃん、3番びっくりした話、うん、まあ、しょっちゅうびっくりされてると思いますけど、はい、どうでしょう。そうですね、まあ、僕年がら年中今マラソン大会こう出させてもらうんです。 4,5 年前までは学園祭で忙しかったんですけど、今マラソン大会しかないっていうか、そうですか、ランナーとしては嬉しいですけど現実としてはどうなんですか、うん、話なんですけど、でもそこの中でも一番びっくりしたマラソン大会で、僕はあのカンボジアのプノンペン国際ハーフマラソンに出たんですね、はいはい、でそのマラソン大会、ですね、スタート時間が朝、カンボジアって暑いんで、東南アジアは、はいはいはい、そうですね、スタート時間が朝の6時半なんですよ。で、スタートの1時間前にスタートラインの方に行って準備体操してアップしてたんですよ、うん、で最後のトイレに行って、うん、お小水行って戻ってきて、5時55分ぐらいだったんですよ。そしたらあと35分あるじゃないですか、そしたらなんかMC みたいな人が来てマイクで行くのに、はい、3,2,1 ドーンってまさかの35分巻きでスタートしたんですよ。あ、そうなんですか。はい。で、わけわかんなくて、いきなりドーンってきたから、でもみんな走ってるから、僕もとりあえず走ろうと思って。あ、そうなんですか。はい。で、走ったんですよ。で、まあ、頑張って走って、ゴールしたわけですよ。で、その主催の人に、なんで、35分も巻いて、うん、スタートしたんだったら、うんうんうん、とりあえず人数が集まったから、スタートしたって言ったんですよ。いいですね、カンボジアジックな感じ。はい、カンボジアタイムですよ。いや、すごいですね。そのマラソン大会、普通ね、うん、給水って日本だったら長テーブルにこう、ね、紙コップをバン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 置くんですけど、カンボジアですね、まずその長テーブルがないんで、ウェイトレスさんが持つようなこうお盆みたいなところで人が持ってるんですよ、だからめちゃくちゃこう安定感がないんですよ、で飲んだら飲んだでですね、缶ジュースにストローが刺してあるんですよ、わかりますかね、こう走っててストローでチューって飲むとめちゃくちゃ飲みづらいんですよ。でしかも飲んだら炭酸だったんですよ、炭酸ですか、喉にシュワシュワして全然ね体に入ってこないんですよ。さすがカンボジア、つわものの国ですね、炭酸ですか、はい、いやーすごいですね。今年はね多分プノンペン国際ハーフマラソンは6月の中盤ぐらいにあるんで、もし興味ある人は、そうですね、10キロの部分も3キロの部分もありますので、カンボジアの首都プノンペンを楽しみながら王宮とか見ながら走れますので、あーそうですか、もしぜひとも参加してみてください。ぜひぜひリスナーの方もですね、カンボジアの方のねマラソンも、それはどっかで頼んだりとか、僕のホームページからももしかしたら行けるかもしれないですし、あ、そうなんですか、はい、まだ告知はしてないかもしれないです。あ、そうですか、はい、じゃあ楽しい話を、もしねリスナーの方でマラソン走りたい方いたら、また給水所で炭酸を飲みたい方いらっしゃいます。さすがにそのもう多少改善されてるかもしれませんけど、はい、ストローチューチューシリーズですね。そうです、あと普通に犬が走ったりしますから。あ、いいです。僕2位争いしてて、2位の僕、3位の選手、犬のデッドヒートになりましたからね、猫犬3位です。3位猫犬みたいな、すっごい紛らしかったという、はい、なるほど、猫と犬がデッドヒートしてるわけです。そうです、素晴らしいですね、さすがカンボジアですね。いや確かにびっくりした話で、すごい楽しいんで、いろいろお話聞かせてください。いろいろお話伺いたいんですけど、そろそろ時間も迫ってまいりましたので、はいはい、今日本当に楽しい時間ありがとうございました。また走って帰ります。そうですね、ありがとうございました。今日は芸人マラソンランナーの猫ひろしさんにおいでいただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。にゃー、お相手は是枝裕彦でした。にゃー、にゃー、はい。